股関節が硬いとお腹が出るんです。今回は股関節の硬さを取るというテーマでストレッチします。股関節硬くなるとどうなるのか。反り腰になる、お腹が出る、腰痛を引き起こす、体幹の力が抜けて腰が硬くなって腹筋ができない。大丈夫です。今回のストレッチ一緒にやっていくことでお腹はへこみ、姿勢が良くなり、反り腰が治り、腰痛解消、便秘改善、代謝が上がり、痩せる体が作れます。まずチェックしましょう。スマホ目の前に置きましょう。まず足を開いてください。開脚、どのくらいいきますか？軽く体前に倒してみてください。どのくらいいきますか？次は前屈です。足を揃えたら体を前に倒してみてください。どのくらい体が前に行きますか？それではストレッチしましょう。足を軽く開きます。目の前にスマホを置きましょう。太ももと胸が離れないように足を少しずつ前に伸ばしてください。もも裏の突っ張り、体が離れそう、その手前でキープしてください。この状態で腰の筋肉をまず伸ばしていきます。腰の筋肉硬くなるとどうしても反り腰になってしまったり、腹筋しようと思っても腰が丸くならないので、お腹に力が入れない状態になります。まずは足を伸ばすんじゃなくって腰を丸めるという意識ですから、膝は少し曲がっているぐらいでいいです。体が離れないようにしてください。自然に呼吸をしましょう。はい、 OK です。今の足の状態から片方だけ足を伸ばしましょう。キープです。胸が離れないようにしてください。もしね、体が離れそうだよとかね、もも裏が突っ張るよっていう人はちょっと足を戻しても結構です。大きく深呼吸をしながらキープしてください。腰の筋肉伸ばしてます。腰が硬くなるとね、反り腰になってしまいますから、しっかり腰の筋肉伸ばしましょう。はい、 OK です。反対の足を曲げましょう。逆を伸ばします。スタート。この状態でキープです。ちょっとね、腰の筋肉伸びてきたよっていう人は足をもうちょっと前に伸ばしてもいいです。ただ体が離れないところがベストです。普通通り呼吸してください。腰が少し痛いよ、伸びるよっていう人はね、足少し戻してもいいです。体が離れないところの位置でキープです。あとちょっとです。OK、 両足曲げたら足を少し開きましょう。体を前に倒した状態で少しだけ股関節倒してみてください。無理しないようにしてくださいね。ちょっとずつでいいです。辛いよって人はね、手を後ろについてください。少しだけでいいですからね。内もも床つけるようなイメージで股関節を緩めていきましょう。股関節が硬くなるとね、本当にいいことがないんですよ。腰も硬くなるし、お腹も出るし、ゆっくり伸ばしましょう。よし、はい、 OK。 今度は足の裏を合わせてください。足をパタパタ開いてください。スタートです。股関節を緩めていきましょう。パタパタとしてください。もし前かがみになるのつらいよって人はね、手を後ろについて体を前に倒してください。腰、股関節伸ばしていくことがポイントです。息止まらないようにねしてくださいね。足パタパタしてください。股関節緩めましょう。その調子ですよ。よーし、 OK。 うんち座りしましょう。膝を開いて体を真ん中に持ってきてキープしてください。このままキープです。腰がね、それのより腰を丸めてくださいね。この腰のところを丸める、伸ばすのが大事です。かかとが浮いちゃうよって人はね、もうちょっと足をね開くと楽にできると思います。バランス取りにくい人はね、手を床についてください。あとちょっとですよ。よし、 OK。 この肘でね、膝を後ろに押して手は前で合わせておきましょう。スタート。ちょっと胸を張ったりね、腰を丸めたり、腰の筋肉、股関節伸びてるよっていう感じをね、自分で見つけてみてください。ちょっと位置をずらすだけでね、伸びる感覚変わってきますからね。
なんか伸びにくいな、伸びてないなっていう人はね、ちょっと足開いたり肘でもっと押したりしてみて。よし、やっとちょっとですよ。よし、オッケー。次は手を前につきましょう。ちょっとだけ前かがみになって、太ももを肘にね、体重乗せるようなイメージ。この状態でお尻を動かして腰伸ばしましょう。お尻をね、上下に動かすペースはマイペースでいいです。あんまり早くやったらね、もう息ハーハーなって疲れますからね。これはストレッチなんで、ゆっくりね、息が乱れないペースで動いてストレッチしましょう。お尻の横の方がね、伸びてるよって感じがあればバッチリです。ちょっと腰を丸めてお腹引っ込めてみて。よしですよ。もう一度手を合わせて、肘で太ももを押しましょう。この状態で内ももを交互に倒してください。スタート。ゆっくりでいいですからね。股関節いきなりね、カチコチの人がね、無理に伸ばしたら痛い痛くなりますからね、ゆっくりでいいです。ちょっとだけ足がね、内側に傾いたら股関節動いてますからね、ゆっくり少しずつでいいですよ。慣れてきたらね、いっぱいやってもいいですからね。初日だよーっていう人は特にゆっくりやってくださいね。よーし、オッケー。で、次は後ろに手をつきましょう。足を上げて、足の甲でふくらはぎをトントン叩いてみてください。交互にね、足を入れ替えて、足首から膝裏にかけてふくらはぎを叩いてください。股関節の硬さやもも裏の硬さ、お尻や腰の硬さはね、ふくらはぎも関係してますから、ここのね、力が弱くなるとしっかり腰から前屈ができます。あと少しです。よし、 OK。 それでは最終チェックしてみましょう。まずは開脚。さっきよりどうですか？楽に広がりませんか？前屈してみてください。はい、 OK。 足を揃えて前屈です。腰からちゃんと丸くなれてる感じしませんか？どうですか？全然変わったよって人はコメントで教えてください。最後にお化け。体操座りした状態でこのまま膝を持ちましょう。腰を丸めて倒れてみてください。自然に起き上がれる感じがしませんか？今から30秒転がってみてください。これが腹筋のね、基本になります。いつもより上手だよ、うまくできるよっていう人もね、コメントで教えてください。もしうまいことできなくてもね、この動画毎日1回、1週間ぐらい頑張ったら腹筋が上手になってきますよ。どうですか？ OK。 前屈開脚やったと違いましたよね？コメントで感想を教えてください。頑張ったよって方はグッドボタンで教えて。